ハイタイ、グスーヨー、中華ナビラ、ぐんごち、27日、金曜日、午前10時、キューレキュー到底、シンゴチヌ、21日のナトオイビン、カフムイラジオ、チムビラの時間ナトオイビン、パーソナリティーや、しまくとば弁償ソウルハルウト、はい、しまよりやいびん、はい、ほかむちおこやいびん、くのみっちゃいし、うとときさびん、くの番組や、うちなのおとと、カタリンとうち、うちなんちとしふくいむち、 い分んかと積極的に関わっていちるくくるはぐくりファーフジへのニフェーのくくるとしまくとば伝承しいる番組やいびん毎週しまくとばうちなーかなさそうるつのチャートのお話身近でおくちゃるうちなーのニュースのコーナーゲストンうんちけいしお話しちゃるコーナーなどの内容しおくりさびんまたパソコンインターネットチコーラリーいる方や スイキャスユーストリームからん同時放送ソーイビークトゥウチナヤマト海外界暮らし方ソウルウチナカナソスルグシューヨンクゥの番組チチュルクトゥナイビークト最後までチチミソーリヨータイラジオンチチョールグシューヨーンからメッセージ直運リクエストしまくと場に関する質問などどんないユシテキミソーリヨー電話とファックス番号や098934-8653 九三四の八六五三、E メールアドレスン七六一アットマーク fmkoza ドット jp 七六一アットマーク fmkoza ドット jp。この番組は FM コザ七十六点一メガヘルツより、FM コザ沖縄ハンズオン NPO。 学校法人知性会、琉球リハビリテーション、トイレ、クーラー、水回りのことなら、茶炭町を加え、有限会社、万代設備、キャッシュバック一番店、有限会社、聞いてる沖縄のソフトバンク、ネイブル・カデナ店、中野町店、沖縄・ライカム店、<laughs> au ショップ、ネイブル・カデナ店、茶炭・美浜店のご協力し、お送りサビいくトユダサルグトゥ、おにサビラ。 はいといととうことでねカフムイラジオチムビラ、はじまと ABC が愚垂用、チャーガン重やイ b ーが屋台、なあね今日ちょっとあのこのアベニューの入り口の方もね、あの車の量がねなんかいつもより多い感じがしますけど新聞など見てるとき日またあの県議会議員選挙の、ね、告示の日になってるみたいで、まあ、いろんなところでまたね出陣式だったり出発式があるようですね。 なのでまあちょっとあの道路に面しているね事務所があるところは少しあの混雑があるかもしれませんのでまあこのえと車のね流れに任せながらまあ安全運転でまたあのドライバーの皆さんはですね通っていただきたいと思いますそしてえとあっという間にもう5月も最終、早い,い,い,いですね。ねいんやん もうね、生からえんってうちのあのまたティーラーが赤いし、うんうん、本当ね, <laughs> ねまだヤハテンゴはだからいいですけどね,、うん、ですね風もあっていいですね、うん、気持ちがはいうん本当にウリズンの七だなって思いますけどね、うん、はいということで今日またあのようり先生中央先生とみっちゃいでこのヨンタヒンターしながら一時間お届けさなやりちうむといびん まずはじめに CM やいびんユタサルグトゥウニゲーサビラー。 はいということでね CM でしたけれども少しまたね落ち着いてきたかな。はい、ということでね、えー、今日は、えっと、もう6月に近づくということで、まあ、それに向けて少しあの先生方とも一緒にねお話ししていこうということで話になってるんですが、はい、なんでかな静かになってたのかな。 それで、えー、と今日はです、ね、また6月に向けて、まあ、6月といえばもう沖縄にとっては、ね、やはり異例の日がありますけれども、まあ今一度、ね、あの6月は平和について考える年にあのあ月にしようということであのなってますけれども,、まあ、もう本当に、ね、今、あのいろんな事件があったりとかして、まあ、新聞とかでも、ね、いろんな話が出てますけれど もうこういうのも、ね、あの含めてやっぱり今一度本当に沖縄の在り方というか、ね、あのいろんなのも含めて考えて見る月に来月はしたいなということで考えています。そしてあの去年もお願いしたんですが千代先生の,この小さい時の、ね、体験したお話ですとかまた小さい時こんなだったよという話もね。ね この番組でお届けできたらなと思っています、うん、で、えー、っとまだねあの旧暦では4月のちょうど後半あたりなんですけどまたね5月入ってくると待ちがあったりとかいろんなのが始まってきて、ね、先週より先生が話したように一虫たちがね、うん、わさわさ出てきてそうです、ね、なってくるんだけどね、うん、またこういうのも含めて話していけたらなと思って。 もう早いですね6月にねからなまた慰霊の日まあね是非生の若者たちにあのワッターも含めてあの町の先じゃ体験ありますけど自分はね親の生の声を聞いて戦の話にね親を 看病して良かったなというところこの辺ですね。うん、親のおっしゃった言葉をね。全部ノートにまとめてですね。栗<ー>またあの、うん、生々しいんですよね。うん、あの遺体を何回のしてや、うん、赤んじん燃やす話なんだけど、これ、うん、はまたうちのあごちんかいの、ね？おっさんにあ第14回内縄口県大会に、うん、じて後から、はい。 あちらこちらから頼まれてますね。はい、平成、美、せいやな。本当ですね。もうぜひ、ね、自分のあの、これを過去をね。やっぱり残しながら、やっぱ残さないと平和が学習になりませんからね。私はぜひね、このことをまたあの。忘れないためにも、また始めたいと思いますね。そうですね。またあの、経験者の方たちが。 あの高齢化になって本当にもう今あの世代交代になってきているのでねそうですこの方たちもだんだんね年、うん、を重ねて、まあ、お亡くなりになる方もいらっしゃいますのでぜひ、あのこの、まあ、月になるとというわけではないんですが日頃から、やはりウマガンちゃんにです、ね、監視や担当ということで話をしていただけたらなと思っております。で えっとちょっと私事ではあるんですけれども昨日あのちょっとねこのラジオで出会いがあった方のちょうど1年期だったので、うん、あの線香をさぎてきたんですけど、まあ、その前からね何日か前からちょっとウびンジャしウビンジャシしながらあそろそろだなという感じで考えてたんですけれどもちょっとあの彼女がすごく好きだった曲があるんですけど それをちょっっとと皆さんにもお届けできたらなと思っています、えー、っとこの方は読谷の出身だったんですけれどあの3年間ラジオの番組を一緒にさせていただいて、うん、で、まあ、本人もすごくあの活発な方だったんですけれども本当に自然をこよなく愛して読谷をこよなく愛してた方だったんですがいつもこの歌を聴くと体がね勝手に踊りだすっていうことでえー、っと フェーレーマンボ、お届けしたいと思います。はい、ね、<laughs> えー、あの、マンボのね、あの独特のリズムなので。これからまたね、一日仕事を始めるには、ちょっと。あの、なんていうのかな、はねかす意味でもいいのかなと思って選びました。うんうん、ね、あの、昨日本当に一年ぶりに実家、あの、自宅を訪れたんですけど。なんか本人がね、あい、元気だったねって出てきそうな。 雰囲気のお家で娘さんたちもみんな揃ってたんですけれど何て言うのかな本当にもう本人が亡くなったって感じさせないような感じでした、はい、今ツイキャスからもね「マンボウ」とありますけど <laughs> あの踊りのマンボです「マンボね魚のマンボウではありませんので是非 <laughs>、はい、皆さんにも聞いていただけたらなと思います。すごく、ね、リズムが面白いのであのであ ちょっとね意味が分かる方は笑えるかと思います。ぜひお聞きになってください。えー、っと今回は、えー、っとだったか川村健一さん、松田和利さんの「えー、っと沖縄島ウッポップス」先週からのですね。ということで「フェーレーマンボ」お届けしたいと思います、はい。ちょっとセットしてからやろうね。はい、ちょっと待ってくださいよ。 はい、いととうこでね、お届けした曲は「フェーレーマンボ」でした穏やかですねちょっと静かだったからねあれだったけどねでも人生のほら情や情けみしょうれというような歌ですよねんて言うん品数えいやてん心えいきんちゅどんち ね、あのう、かがね、ちょっと悪くてもね、ご飯がおいしければ上等や。とかね。もう、これ聞くたんびに、なんか彼女は思い出すんですけどね。言ったいのじゅた、ちらかぎやがやん、じゅうこじするよね。ね、あのフェーレーズよ。ね、相手に似てる。ね。面白いですね。はい、だからね、この、あのフェーレーって言ったらね、追いはぎのことだけどね。まあ、そういう、あのう、こういう。 人に、ね、情けをかけなさいよとかね,うん、うん、ね耳かけじゃないよとかっていうことを、ねうんうん、教えてくれる歌だったフェーレーってだいたい怖いのをイメージしますけどね,ねこの歌も面白いですね。ということで「フェーレーマンボをお届けしました AKB ファンさんおはようございますってことで来てますね沈黙のマンボうとかも書かれてますけどね <laughs>、うん、確かにねマンボうはおとなしいよねね。 はいということでこの「フェイレーモンボをお届けしましたがはい千代先生今日はもう歌ってもらうよ。あうおめでとといいいいい一平にブル歌わな月ね 平和をみんなで考えようっていう月にするってことで,、うんでね、だったんですけど今時期的にね少し穏やかね時期になってるから、うんはい、えっと「四季の歌」あ今だったあったよねどうするもうちょっとしてからやるじゃあ「ちんダミ準備してからになるので、うん、じゃ少しもう一回だけ CM 入れてみようかなはい、はい、じゃあ「カフぶんラジオチムビラ」 CM、NATO、えー、イベント、ユタサルグト、ウニケンサビラ。はい はいということでね今 CM の間にちんだみ調整してもらってますけど大丈夫かなはい、えー、では四季,の四,四季の歌からいきますね大丈夫平和ありますけれどもね <laughs> はい。あ四季の歌の <laughs> これもちょっと歌詞から、うん、とっても、うん、あのやっぱりおおチナの四季、うん、春夏秋冬はい

昔はねそういったところに話し足場なみたいな感じであちさんは知りんよというあちにないねやっぱりあきんかいないのうちのうとってまたねもみじ長め合いというのありますけれどね弓の間のうちゆう形足場夢のようなこの季節あのまあ 話してて遊ぼうっ,って、ね、はいどうも「冬や冬ないるんせえ」「母親の巣だてたらそういったのを思い出す「それうん、親の愚はしてならんどというふうな、まあ、四季の歌四季の,いの四季を詠んだや歌った歌ですのでこれはの東江優さんという方が、はい、作詞であの宮,宮城で歌っ 栄吉さんという方が作詞しておりましてね、うん、これも私十七歳ぐらいの時にレコーディングした歌ですけどね、えー、この歌を歌っていますねはいお願いします <coughs> 电话木能打，你是谁啊？谁吧？啊？谁？ 「いみのまぬうちよわってくらしい」よっしゃ はい。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 四季の歌やエビタン。ねえ、若い頃はね。やっぱりウグイスのにいい声も出たんですけどね。うん、中也だー、金華シティ。<laughs> 朝朝を歌うとねまずね苦手ですね私。クインジーカンティソービングブリーナイビタン。でもいいですね。生歌やっぱりいいですね。じゃああと一曲歌いますか。はい。あのですね。平和の願いという歌ですけど、この歌はですねあの。 あの、景色波さんという方が、うんはい、まあ、たくさんの歌の。うちのね、ねうん、歌詞、あの、作って。うん、あの、本に本人も出してますけど。はい。その中から平和の願いという。うん、うちなが復帰する名の年。はに、かな、うんはい、この歌、できたのは。うん

うち照島や一員育成あるゆるやがや,ややしやしと暮らす七重一ヶ谷らやと平和を願ってうちなあのこのね本んに複雑なあのあれですよね沖縄というのは山というなってアメリカいうなって山というなってねうちないうなってというふうになってますけれどもあのそういういろんなあの 戦もあったし、まあ、か、うん、文化、しんどさ、つまり、時代のいろんなうちののね、その、歴史もあります。うん、そういった、あの、中から、こう、うちの本当の平和にして、一中がやん。うん、今、そう思いますね。うん、本当のうちのの平和というのは、今のまんまじゃないですよ。本当。今でもね、わさわさですよね。神、うん。上氏もん、ちゃわさわさ。うん、本当に、この、うちなが。 本当の昔の追う靴平和なって、はい、あのクラスの日や中華ややってなんか不安な気もします。しかし望み捨ててはいけませんのうちなんちゃやっぱり頑張って絶対にこの平和を平和のいう勝ち取っていきたいなと思いますね。はい、そういう願いを込めて歌った歌ですね。九州、はいうんうん、の島がいいねやっぱり、うん、じゃあこれは。うん えー、作曲は福原恒夫先生なとおりへしきなみさんの歌詞に「平和の願い」だ。 一行くさゆい、やしやしと暮らす。やい一が、出終わったくのしまうちな。平和にがらなくのうちな。 白ろなよたげにあわりいくさゆやしきんうまんちゅうのちむにすみてりわたこのしまうちな。 平和にがらなこのうちな神かみしんするてくくる打ち合わち マクトクのうちなムーティーカーナビワタのしまうちなへいわにがらなクのうち 恋しさやまとやがてうふざむとどるうりさでわたくもしまうちな平和にがら ビートンすごい。カサユウからヤマトのよアメリカよ。なんかね。ちょっとちょっとあの爆笑違うのでね。やっぱりちょっとあのいいおだいす。ああ良かったですね。ねえミレビトラジエビシがあのね。 夜り近見せえびね全然やはりこの時代ねこういった歌はやっぱり平和学習にねこう授業のポイントになると思いますねワインやあ思いびこの方もねもう今は亡くなってるんですけどもやっぱりうちのあの後々チャーガネイラややっぱり平和苦とうていつもねそういう気持ちであの あのおられたと思うんですけどね、うんえー。そういう方の残した歌詞、これを大いにあの歌って、うん、やっぱり世の中のね、はい、みんなにあの勇気づけて、うん、あのうちなんちゅう頑張って、うん、みんなでククルティーチにソーティ、チムティーチさんだけこう、うん、みんなでね、うん、心一つにしてこのうちなんまもってうちなんちゅうエビ行くと、うん、ね、あの 内乱図がしっかりこの内乱も向いていかんで、はい、内部ランクとみんなで力を合わせて。平和を願い絶対にこの内乱を元の。あのね、あの豊かな内乱、くくるの豊かな内乱。ものを貧しかったけれども、やっぱりあ,あいう世の中にしていきたいですね。平和を願っていきましょう、皆さんでね、うんうんうん。はい。と、はいうん、いうことでね、二曲続けて。 生歌歌ってもらいましたけどえっとちゃんおかさんからね浮き味噌おちぃとか来てますね名古屋や雲がうふさんすらもようやいびんということで来てますね名古屋からやはいいっぺにへでぴるねちゃんおかさんありがとうございますね沖縄もだまだ晴れてますよ今日うは沖縄いいわねいいわちちぃとまあ風もあるしね今日はまたねいいアンベエゴはですね の上はまた家事ねえらんあっちパパそういう私がそうね昨日はやっぱりあの、ね、昨日もし暑くてね、うん、し暑くて、うん、今日はまたとっても爽やか、うん、そうですねそういう風が吹いてね、うん、とてもいいアンビービンやにゃ、はい、だからねもう今雨が降らないうちにね洗濯もたくさん干してねお母さんたちね大変だと思いますけど梅雨に入る前に布団も干してね今でねうん 今日は多ふとんほずには一番いい日だと思いますのでよろしくお願いします。と、うん、いうことで千代先生のね生歌2つ「四季の歌」と「平和の願い」でしたけれどもこの「平和の願い」の歌詞教えてもらっていいですか、はい、せっかくなのであそうですか素晴らしい歌詞だと思いますのでぜひご紹介お願いします。一番がう 安暮らわしるなよ、たげに。番ですあわり、あの、いくさよや、わしりてならんど。わしるなよ、たげに、あわりいくさよや、しきんうまんちゅのちむにすみて、忘れてはならないよということですね。 で三番が神紙指紋するってようげね要するに指紋の,の方も阿部の神のちゅ上の方々も身分もっていうかまあその人たちのいろいろうちのこう政治で守っていくようなそういうまあ神神の方々あの神の方々もまあ指紋の方々普通のない方々もあの馬にちゅうトムドムにこのあの る打ち合わち、噛むしもするてくくる打ち合わち、まくとこのうちな、まことのこのうちなを守っていかな。昔のようにやっぱり守っていこうよ、そのちむくるうちなのちむくるはしてならんどというそれも含めてですね。で、これはうむくとやつみち。 さやとありますけれどもちょうど復帰しての前の歌ですのでねあの自分は日本復帰したいしたいという願望がありましたよね世の中そういううちの間のもんがなとろんからんそうアメリカの当事家にあってアメリカの当事家にあってその「自能 B 円でし近い人やドルでもない円でもない B 円というのお金は 使ってましたよねうちなはこれうちなは BKAB たそうですアメリカの統治下にあるからそういう BN を作ってうちなはん長それを使わされてたんですよだからうちなはがアメリカがある場合うちなははじめうちなは BK にいる力の人類をなんかヤマトイチュールバスねパスポート必要やったんだそうなんです私 ちょうどね二十、ね、歳の頃のバスガイドで全国、うん、ガイド講習会というのがあったんですよ東京のすき家橋の近くに陸運家というのがあって、はい、そこにあの私、まあ、会社から行かされて、うん、その時に。 ちょうどあの体やっぱりパスポート作っていったことあります<ー>その時までは復帰してな,いなかったですからうん、うん、パスポート使って山とか行きましたよ<ー>、うん、そういう時代でしたね、うん、この時はこのパスポートには何て書かれてるんですか琉球っってて書かれてるのやっぱり うちなって書かれてるんですか。あれうちなだったんじゃないかな。ちょっと覚えてます。パスポートね。でですよね。もう一時けばよかったのにね。そのパスポートも貴重なものだったんですけどね。本当は。それじゃみんなアメリカがね。そういうアメリカによってね。やっぱりね身長測ったい体重測ったいのいろいろねこうやってパスポートもらってあの。 行ったことあります。小学校の時はでもドルなんかよく使ってた覚えがありますけどね。これはあの、うん、やっぱり B.N. 終戦当時じゃないですかね。うんうん、そうです、ね、うちねあのお金ってやっぱりドルも使いましたし、ま、うん、た B.N. も使ったし。はい また日本にもというふうな当時のね切っにですね本当に複雑だったんですよねウチナは行くのもパスポートがいるしまたあの道もあのアメリカというのもまたね右と左同じだったって聞きましたよそう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 でしたよね730とか右向ってからがあの左側730だったんですよね 当時は右ですよね、うん、だからそのこう変更した時に車あの膝通ってましたから、うん、あ右でしたねアン、うん、さに膝、ね、いいかなとあのねいろいろ事故も起こったりしてましたけどねは最近よね,、うんねうん、このね琉球の郵便とか書かれてるのにね切って、はい、うん、うんうん で国会議事堂の家があってね。はい。じゃうちなあの地図。うん。足からあのあれ1970年と書いて。うん。発行されたのがありますね。琉球切ってって書かれてます。ああ。そうなんだね。ね。これ残ってたら貴重だね。とってもね。うでうん。でも本当にこの時はねあの。 どこがどこか分からない状態だったってよくね。お金はあれだね、円ではなくドル、千を使っていたようですね。なぜでしょうって。第二次世界大戦で沖縄を占領したアメリカはね、日本から沖縄を切り離しました。沖縄の政治は アメリカの手によって行われるようにアメリカ当事家になってますから日本のアランバイよ本当のアメリカがアランバーしよだからうちナーという島は本当に思う考えてみるとね複雑でこんな島が世界中にあるかなと思うぐらいですよもともと をた,どすあのたどればウチナっというのは琉球国ですからねウチナー一つの国ですよ琉球国で、ね、盛んに貿易をやってねウチナ中がこうちゃんと守ってきたウチナのその歴史がありますからね今の,方あの人,も人たちもね、うん、大いにこう琉球の歴史勉強していっぺ強くなっていかないといけないなと思いますよ。はい うちののためにねうちのあんちがるうちの早山持っていかんねえなランクとみんな頑張ってほしいですね私たちも初めですけど私たちもそうですけどやっぱりそういったのを残してね次に大切にね残すためには終わったがる頑張らんとないびらん私はもう毎年言ってますよ平和の礎。 やっぱり、石礎も戦にやられて石礎になっておりますけれどもね、やっぱりみんな手を出していますよ。だからこの6月になるとですね、やっぱりなんか、心が沈むような気持ちになりますね、私は。そういうあの、無ごたらしいあの戦いは、もう絶対に繰り返してはいけないなと思います。 やっぱり憂鬱になるような感じです、うん、6月になるとねああまたもう巡り巡ってまた6月だね、うんはい、あの時期をまた思い出すんですよ。そうですね、うん、またあの暦の上でもねちょうどあの梅雨時期でこ<あ>のね,そうですね土屋をって大変だった時期にそういう戦が起こってますからね。 本当に経験者の方たちはねこの月が来るたびにまた思い出すとは思いますけれども本当に本当にうちのあんちは思い出したくもないし語りたくもないような一時はそんな気持ちでした本当に思い出したくもない話したくもない聞きたくもないというのがこの戦いうですねそういう。 はそんなこともありましたけどやっぱりみんな死んでしまった人たちは無駄になってしまうそれ考えるとやっぱり語り継いでいかなければいけないなというのが何十年もしてから50年60年55年ぐらいになってからあこれはと思いましたね。話していいかなとやっぱり 無駄になるな無駄死になるなと、うん、あの死んだ人たちがね、うん、あんな惨めな思いで死んでいったんですから、うん、これ語り継いでいかなければいけないなと思いますねまた本当にこの今学校でもそうですけれどやはり先生方がね戦争経験をしたことがない、ね、分からない。 世代にまたなってきてますのでやはりこの平和学習でもなかなかその子どもたちに、ねうん、この沖縄戦のことを伝えられないというのもあるので逆にまたこの地域のおじいちゃんおばあちゃんたちが、ね、自分たちの話せる範囲で話していただいてまたあのだから、こうやってねあの世の中もっと命も大切にしていかんといけんよということでね、うんはい、話してくれなったらなと思いますけどね。うん はい、じゃあ、えっと、ここでね、えっと、より先生がまた。あ,あのお知らせ、あるはい、はい、ということなの。で先週、や、あのお知らせ、さびたしが。はい。ああ、浴びてしまがやた、ビゲアタ。はい。お願いします。<laughs> えっと、支え合う仲間、一般社団法人。うん、実践倫理、厚生会から。鬼芸が愛瓶。うん。お知らせ、さびら。はい、浦添市教育委員会、講演をいただきまして。 目指そう明るい家族の輪をテーマにファミリーの実践講演をさせていただきます。えー、苦難・復門の成長と体験講演でございますのでぜひ多くの方々お父にイメンソキミソーリ、えー、この会は70周年の歴史があります。今年また平成28年に春の勲章 朝幸男さんが国会から国家から功労をいただいております。蘭、えー、受褒章を受,受賞されました。うん、これを機にですね、この方も講演のお裾分けをさせていただきます。日、えー、日にちは6月5日選挙の あたといびしが選挙を入りらってから、うん、ぜひあの手だこホール大法諮会面想地歌びみそうり、うん、浦添えし手凧ホール大ホールやいびん時価、うん、の10時から11時40分入場は無料でございます、うんえー、9時20分ではもうあの入場することができますのでよろしくお願いいたします、うん、はい、えーあの 専門のサポートさんも講演されます、えー。もう素晴らしい講演になると思いますのでね。えー、この会場はタンカーマンカー1000万人入りますので、どうぞあの講演をうちちに、歌びみそうち、はいうん、またあの一緒に勉強したいと思います。皆さん足を運んでくださいませ。はい。 ありがとうございました。はい、そしてね、引き続きヨリ先生のね、お店花咲村ね、テリア十字路にありますので、こちらにもぜひね、あのナスルティユシリティイメンシェービリオタイとてもいい感じのお店ですよ。本当にね、ライブもしてマッチはライブもちろんですね。すごい本当にまた父の日でもやってみようかなと思ったおいで。は そうだね、父ちゃんたちのね、ゆくゆくになってると思いますので。ぜひ、お近くの方はね、来ていただきたいなと思いますね。いつもありがとうございます。はい、ライブも。あの、そうです。なったらね。はい、大いにどうぞ、ご利用してください。ね。あの、またあの、日にちが決まりましたら、はい、ライブを。して

大層のちょうどねの間,ですね間にあるのでねうんうんそこもまたぜひお立ち寄りください。<はい S 1> ということであっという間にねもう時間が迫ってまいりましたけれども今日はもう来月に向けてねやはり来月はま沖縄にとってもすごく大事な月ということでえまあこの平和のね月にしようということでまあ今日は千代先生にも生歌2つ歌ってもらってねちょっと無理言ってねお願いしたんですけど。 まあその中にもありましたこの平和の願いということで復帰前の沖縄のまあ気持ちそしてねこれからまた沖縄が復興していく姿をね歌った歌だったんですけれどもえっと最後にまたちょっと皆さんに曲をお届けしたいんですがカデカルリンショウ先生の歌。 お届けしたいんですが、これ時代の流れでいいんですかね。時の流れ、時代。時代、時代、時代の流れ。ですね。行ってみたいと思います。と、のゆうから、やまとのゆう、やまとのゆうから、みるってね。その、これ、すごいいい歌ですよ。はい。先生、ちょっと、中身、解説。簡単にできます。あの、忘れた。これ。これ、歌き。 なるほど。わ、うん、かりました。じゃあ、えっ、ー、と、皆さんに曲をお届けして、また来週お届けしたいと思います。チュンイペイにフェイディタン。また来週やたい。はい、それでは、お時間まで<ー>カディカル臨床先生の時代の流れ、うとどきさなやりちゅうもといびん、うちちになり、君しえびり。はい、いきます。時代の流れ、やいびん。